皆さんこんにちは、 B レジェンドソベラです。本日はこちら B レジェンドおつまみエビそして貝柱、こちらのねちょっとご紹介をしていきたいと思います。こちらのムキムキエビがむちゃくちゃムキムキなエビですね。エビって書いてますよ。イラストほんと可愛いですね。でこっちの貝柱にもなぜか貝の上にねマッチョなお兄さんが立ってますね。中身はでもほんとこんな感じですね。でエビの方はねやっぱりエビのねカラーがちょっと反映されてますね。ちょっと赤っぽくて非常に美味しそうですよね。で貝柱はエビに比べるともう少し白っぽいですね。非常に薄くてサクサクなね見た目で美味しそうですね。おつまみとして本当に最適なんじゃないでしょうか。めちゃくちゃ PFC バランスいいんじゃないかと思って気になってます。まあ、早速ね試食していきたいと思います。それではちょっと開封します。開け口、おお、あ、磯の匂いがすごい。あ、でも匂い非常にいいですね。見えますか、非常に薄いですね。本当にあのポテトチップスみたいな感じになってますね。ただ香りは本当にエビのね非常にいい香りがしてます。いただきます。あ、サクサク、あ、美味しい。めちゃくちゃエビのねいい香りがしますね。うん、サクサクなんですけど噛めば噛むほど味がしっかり出てくるような感じですね。エビがこうやっぱりプレスされてるんでしっかり濃縮されてるような感じなんですかね。非常に味がしっかりしてますね。サクサクで美味しい。これ本当にあっという間に食べてしまうやつですね。レビューしながら2枚目いっちゃいましたね。美味しいですね。エビ繊維よりエビが濃縮されてる感じでエビの旨味をね本当に感じることができますね。うまい、癖になりそうですね。飲むものが欲しいですねなんとねこれ1箱食べてもたった36キロカロリーなんですよね。これはいいですね。ほとんどがタンパク質、脂質炭水化物ほとんどない、8割9割タンパク質ですね。すっげえ。エビもね非常に美味しかったんですけど、こっちのね貝柱も気になるんでちょっとこっちに移行したいと思います。さあ貝柱の方はどうなんでしょうかね。お、やっぱり貝の匂いがしっかりしてますね。貝のいい匂いがしてますね。いただきたいと思います。エビとねどれぐらい違うのか、いただきます。お、めちゃくちゃ貝や。これあれ食感がいいっすよね。めちゃくちゃ薄いんですけどほんとパリパリサクサクなんですよね。噛めば噛むほどその貝の味が染み出てくるんですね。これはやみつきですね。1箱食べてたった35キロカロリー、これはいいっすね。レビューをしながら2つ目に行っちゃってます。これはちょっとうまいっすね。本当に買ってでも欲しいですね。僕はむちゃくちゃ味がね両方ともねしっかり感じて非常に美味しいんですけど、カロリーがむちゃくちゃ低いこれ一つ食べて35キロカロリーでしょ。僕今減量中なんですけど全然食べれますねこの PFC であれば。で味がしっかりついてるんでダイエットとかね減量してると口寂しさって本当にあるんですよね。そういう時に紛らわすために食べれる、むちゃくちゃ味しっかりしてて美味しい。これは本当にいいっすね。個人的に一押しですねこれ、激うまです。ただこちらのねB レジェンドおつまみなんですけれども購入することはできません。本当に申し訳ないです。B レジェンドがやってるあのノベルティキャンペーンっていうのがあるんですけど、そちらでねある一定の、ね、金額購入していただいた方に、まあ、ノベルティとしてプレゼントしている商品になっております。 B レジェンドが開催しているノベルティキャンペーンにつきましては弊社公式のね SNS アカウントですね、 Twitter であったり Instagram、まあ、B レジェンドの LINE なんかもね最新の情報をお届けしておりますんでね、ぜひそちらの方をフォローしていただいて開催情報のね配信をねお待ちください。でこちら概要欄の方にね各アカウントを
ね貼り付けておきますんでね、ぜひフォローであったりお友達登録ぜひしてみてください。いや本当にね、僕今ちょっとレビューしてみてかなりおすすめのねノベルティ商品になってます。まあ2つともね1箱食べてもねだいたいね35キロカロリー36キロカロリーっていうかなり低カロリーです。低カロリーなんですけど食べ応えがありました。薄いんですけどパリパリサクサク、味もねしっかりついている。減量中とかダイエットとかの時のね口寂しさを紛らわすのに最適なね商品かと思います。ぜひねこの機会にノベルティでね手に入れてみてください。それではまたね次の動画でお会いいたしましょう。さよなら。